せーので、バンバンザイ。ギシです。ミユです。セナです。はい、今回の企画は、はい、ギシ君を女にしてみたいと思います。イエーイ。めっちゃ楽しそう。はい、今回はギシ君を女にするんですけど、はい、女にするためにまずメイクが必要だと思うんですよね。そうですね。はい、そのメイクを美容専門に通ってたみゆちゃんにメイクをしてもらいたいと思います。はい、わ、はい、かりました。お願いします。可愛くなりたいと思いますね。いや、でもギシって顔立ち的にめっちゃ中性的だから、うん、はい、やっていきたいと思います。はい、まあ、とりあえず準備していきましょう。それではやっていきます。ショウ。じゃあまずメイクからしていこうと思います。はい、イエーイ。別に自分のメイク道具を使ってもよかったんですけど、はい、まあ新品がいいかなと思って100均でメイク道具を揃えてきましたちょっとショックです。え、でも最近の100均ってすごいよ。そうよ、うん、もうめっちゃレベルアップしてるよね、うん、男の子だったっけ絶対このメイク道具めっちゃ多いなって思うじゃん。思うじゃん。でも女子からしたらめっちゃ少ないなって感じるのよ。でもこれは今回は最低限のコスメ道具用意してきたから、うん、いけるはず。よく髪の毛に跡つくのが嫌だっていうね女子高生が多いので、ギシ子ちゃんにはこちらの前髪をね、女子高生なんだね、止めるピンを持ってきました。なんでそうやってハゲをバカにするんだ。してないよ、してないよ。声張るんじゃねえよ、うるせえな。向いて向いて案外ハゲてた説。え、わーか、本当に嫌だね、このモデルさん。じゃあまあ全体に塗っていきたいと思います。誰使うかな。わあ、女の子、女の子かわいいね。思ってないね。ギシ子ちゃんは眉毛がもともとあるんですけど、まあ、形がちょっと不平等なので軽くこのアイブロウでね整えていきたいと思います。眉毛、男の人はしっかりしてる方がいい気する。いや、眉毛濃い。だから眉毛濃い感じでいけばいいよ。眉毛濃い女の子いるじゃん。いるいる。韓国とかのね、そう、好きな女の子とか眉毛がね平行だから。あ、やべ、垂れすぎちゃったねえ、すぐさ見んのやめて。濃さを埋めたんで次はアイシャドウですね。はい、目をキラキラにしていきたいと思います。ほら、ギシ子ちゃん目閉じたら女の子だね、本当に。うわー、いいやん。でも可愛くなるよ。あー、でも絶対いけるよ。あとなんかギシ君目トヨンとしてない？めっちゃしてる。なんかパッチリめっちゃ開くときはさ、シャキッてするけど、なんかトヨンでするいつも。怖い怖い。このアイシャドウ発色いいわ。いい感じいい感じ。目開けて。うん、おー。あ、じゃあこういう風にやってください。あ、いいですね。先端恐怖症じゃないかな。はい、じゃあ今回はアイラインはペンシルタイプでいきたいと思います。ペンシルの方が失敗も少ないっていうか、うん、いや、お、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いわ。もう無理、こっちやだ、嫌い。いや、もういっか。ギシだし。あ、いい。あ、そうだね。目力強っ。はい、じゃあビューラーしていきます。下向いてください。ビューラー怖いと思うの？なんなら怖いよ今。あ、大丈夫大丈夫、痛くないよ痛くないよ。はい、痛いですか？痛い、ちょっとは。めっちゃ長いな。めっちゃまつげ長っ。いや、こんなにまつげが長い人久々に見たわ。ね、でも男の子でこんなまつげ長い人いるんだ。うわぁ、すごい。我慢せ、女の子がこの黒味わったんじゃ。じゃあマスカラが終わったので、マスカラ塗った上からビューラーをして、はい、さらに上げていきます。下向いて。痛い？痛くないよ、痛くない。おお、痛いよ。あ、痛いよじゃない、痛くないよ。おお、ギシ子ちゃんね。じゃあ今回、はい、コスト削減のためにリップとチークは一緒にしましたけど。うわあ、だんだん近づいてきてる。なんか仲良くなれそうだわ、こういう女の子と。唐辛子食べた人。なんで？でもやっぱあの画面にさ映ったら薄まっちゃうからさ、あとはあの出来上がるまでしばしお待ちください。はい、まあ簡単に施していきたいと思います。はい、ということでね、ギシ子ちゃんが完成したみたいなので、みんなでギシ子ちゃんって呼んでみよう。はい、いくよ、せーの、ギシ子ちゃん。はーい、キラキラ。ルナオーラしとく。オーラ。うわぁ、かわいい。めちゃくちゃかわいい。髪質やばないこれ。
これ三つ編み見てください、かわいそう。あ、ちょっとギシコちゃんを三つ編みしますね。みーちゃんついて、はい、できました、完成です。完成、せっかくやしさ、もうワンマンザイもこの女の子3人でやりたいよね。やりたい、わかる、わかる、うん。じゃあ挨拶からし直す、し直すね。やった、じゃあいくね、せーので、バンバンザイ、おし、せーので、バンバンザイ、みゆです、きしこです、みなです、はい、うん、まあね、せっかくやし、女子トークしてみたかったよね。確かに、わかる、夢、めっちゃ嬉しい、3人で女子トークできるの、うん、確かに、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい。え、これどうしたの、自分でやってきたの？これやってもらったの、友達に。そうなんだ、髪の毛パサパサだからさそうだね、大丈夫、うん、いろんなヘアケアとかね、みんなで紹介していけたらいいね、うん、最近、実はね、二人に話したいことがあって。なになに？うわ、爪折れてる。え、ルナも爪折れてる。俺もね、なんか…俺じゃない、ちょっと最近ね、しかもね、なんかね、うん、爪にね、縦線が入るようになっちゃって、白い、これ不健康の意味なんだって。うん、ねえねえ、だから私ね、二人相談したことがあったんだって。何？私最近気になる人ができたんだけど、うん、なんかその人はシャイなんだけどね、うん、LINE の返事とかすごい遅いの。やだそれそれって脈なしだと思う、それとも脈ありだと思う？あり、あり、ありかな。返事遅いんでしょ、それないでしょ、どう考えたってさ。だってギシコだって遅いじゃん。ギシコはもうね、あんまり、だって他の男とか言われても興味ないから全然可愛いじゃん、可愛いじゃん、はい、行きましょう、はい、あ本当にハゲが出てきちゃったわ大丈夫なのかしら、はい、はい、ということで、はい、こういう茶番は置いといて、はい、今回ギシに女の子メイクをしてみましたが、はい、ギシどうでしたか？いや、まあ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 、すごいやっぱ女の子の顔立ちだからか、うん、めっちゃメイクが似合ってるし、うん、メイクって悪くないんだなって思った、うん、いつもより顔色いいしね、うん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 、これからもね、週に何回かはまたギシコちゃんも登場してね、はい、3人で女の子バンバンザムやっていきたいと思います。はい、はい、ギシ意外とこのメイク似合ってるなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。次回も見てね。バイバーイ。